はい、どうも、ジュンです。今日はですね、またちょっとファントム4関連の商品紹介をしたいなと思います。今日ご紹介するのはこちら。はい、ニーワのファントム3プロフェッショナルアドバンス用の、フィルターになります。CPL フィルターと ND フィルターが2種類入った、3つのフィルターがセットになったものですね。で、お値段が現在 Amazon の価格で3099円。1個あたり約1000円ですね。1033円ですね。非常に安い、安価なフィルターになっております。ニーワーっていうのはもうおそらく中国メーカーですので、まあ、中華フィルターって感じですね。最近中華シリーズ、以前中華タブレットをご紹介させていただきましたけど、中国製品がかなり盛り上がってますよね。一時期変な粗悪品の商品とかね、パクリ品が多かったですけど、まあ、だいぶ質も良くなってきたかなっていうちょっとイメージはあります。ただ中華製品もね、やっぱ良し悪しあると思うので、まあそれはそれまたおいおい、またちょっとね別動画で上げたいなと思います、中華製品についてね。で、もう実際箱からね開けて試しに装着はしてみたんですが、一応箱から出すとですね、こんな感じで、こうやってねクリアケースに入っております。で、開けますと中にね、こうやってこのところにクッション材が入ってて、4個フィルターが入るようになってます。実際今回3フィルターセットなんで3つしか入ってないんですけど、もう1個ここにね、なんかフィルター入れることもできます。で、今回入ってるのが CPL フィルター、変更フィルターですね、が1つ、あと ND フィルター4と8だったかな、4と8がセットになったものになってます。で、今回のこのフィルターなんですけど、普通のカメラ用のフィルターみたいに ND フィルター重ねて使うことができません。で、ネジが切ってあるんですけど、見えますかね、このね、裏側にこうネジが切ってあるんですけど、ネジ込み式なんですよ、まあ、普通のフィルター、カメラのフィルターみたいに。で、表側のネジが切ってないので単体でしか使うことができません。なので、これよりね濃い ND フィルター使いたい方はですね、また別の番手の16とか30にも出てますので、そちらを購入して一個一個付け替えて使う必要はあります。それ以外にも同じニーワーから可変式のフィルターも出てるんですけど、これレビューを上げられてる方がいて、画面半分でなんかムラが出ちゃったりとか、あまり綺麗に映らないっていう風になんか言われてる方もいらっしゃいましたので、まあ、ちょっと可変フィルター微妙かなっていう印象があります。で、なんでファントム3を買ったかって思いのことと思いますが、自分は持ってるのはファントム4になります。で、ファントム4用のフィルターって今 Amazon とかで見てると2社ぐらいかな出てるの、 DJI の純正ともう一個別の会社からも出てるんですけど、フィルター1個あたりやっぱり4000円から5000円ぐらいのお値段がします。で、 DJI のやつもいいんですけど、やっぱ高いんで、まあ、今回のね安い中華フィルターでファントム3用が出てますので、ちょっと試しにつくかどうか購入していました。で、以前動画で、フィルターつけた方がいいというお話した時に、コメントいただいた方でですね、こちらニーワーのフィルターおすすめですよというふうにお話をいただきまして、自分もずっと Amazon のカートの方にニーワーのフィルター入れてあったんですけど、なんせファントム3用なのでつくかどうか心配だったんですね。で、一応今回ちょっと、もういいよ、思い切ってと思って試しに買って、実際ファントム4につくかどうかレビューしたいなと思います。これね、ファントム4です。ここにカメラがあるんですけど、ここのカメラの上の部分がこんな感じで、はい、こんな感じで外れますね。はい、ちょっと試しにこの CPL フィルターつけてみますけど、まあ、さっきも言いましたように内側にネジが切ってあって、ここにもネジが切ってあるんで、こうやって普通のカメラのフィルターみたいにですね、よいしょ、こうやってつけてあげることによって装着することができます。で、なんかレビューによってはネジ式じゃなくてかぶせるようになってるっていう風に言われてる方もいたんですけど、おそらくファントム3、今回プロフェッショナルとアドバンス用っていうのを購入してるんですよ。で、ね、ファントム3のスタンダード用には対応してないっていう風に書いてあるんで、もしかしたらそういう絡みがあるのかなと思います。一応ファントム3プロフェッショナルアドバンス用っていうのを、ニーワの商品に関しては購入してもらえればファントム4も使えると思います。で、かぶせるタイプじゃなくてネジ式でしっかり固定することができるんで、安心してフライトすることができるかなって思いますね。で、まあ実際取り付けてテストフライトはしてないんで、また改めてですね、取り付けた状態でテストフライトしてみたいなと思います。で、カメラ詳しい方はフィルター効果っていうのはもちろん詳しいと思うんですが、カメラ詳しくない方だったりドローン初めて触ったりする方向けにですね、フィルターつけるとどんな感じに景色が変わるのかっていう、ちゃんとした比較はできないかもしれないですけど、ちょっとした比較をしたいなと思っております。すぐにはできないかもしれないですけどね、お楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。
ということで今日はこちらのですねニーワのフィルターセットのご紹介をさせていただきました。ファントム3プロフェッショナル用なんですけどファントム4に使えますっていうことですね。はい、ということでこんな感じでドローン関係の動画だったり、パソコン関係、カメラ関係、車関係いろんなことやっておりますのでちょっとでも気になればチャンネル登録下の方からしていただければありがたいと思います。また今回のニーワのこのフィルターに関してはですね、Amazon の URL 下の概要欄に載せておきますのでよろしければ見ていただければと思います。ちなみにこのニーワのフィルターは種類がいくつかあって、値段が安いものもあります。同じ組み合わせ で値段の安いものはおそらくガラスの材質が違うんだかなんだかっていう感じがするんですけど自分が買ったのはちょっと高いんですよね。なんか高密度ガラス採用とかって書いてあるやつなんでまあちょっと何が違うか詳細わかんないんですけどまあいろいろ見ていただいてですね、まあ、安いんである程度いいのを買った方が安い中でもねいいのを買った方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと長くなっちゃいましたがまた別の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。これ撮影2回目なんですよね。同じ内容なんかさっき撮ったんですけどレンズをちょっと別のレンズにしたせいかピントが全然なんか合わなくてシグマの 18-35 の F1.8 のレンズを買っちゃったんですよ。本当超望遠ズームが欲しかったんですけど、まあ、望遠ズームはどっちかというと鳥と飛行機撮るのに使いたかったんですけどまあこっちの方が使う頻度が高いかなと思って買ったのはいいんですけどなんかねAF の調子はなんかいまいちっすね。まあ、また改めてそれはね、レビューしたいなと思います。